戦で結果出しすぎてる、やっぱり、うんうんうん、でも予選で敗退したら面白くなるけどな。麻雀遊戯王、麻雀遊戯予想。さあ、プロ雀士の方の分析力、観察力を検証しようという企画です。こんにちは、エピくんです。さあ、そして今回検証にお付き合いいただくのは白鳥翔プロです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくさあということでですね、今回遊戯予想ということで、白鳥さんにですね、ある予想をしていただきたいのですが、こちら何を予想するかと言いますと、8月25日に行われます麻雀最強戦のですね、勝者を予想していただきたいと思っております。つい先日、昨日ですか、最強戦に出場しました白鳥さんですから。いや本当にまあ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 って感じですかねまあでもいろいろ言いたいこともある、はい、予選勝ち上がれたんで。勝ち上がりましたよね。まあまあまあって感じですかね。なんかもう結構ない勝ち上がり方だったと思って。そうですね、予選の時にもうこれ白鳥さんダメなんじゃないかっていうところからね、もう全然ダメだと思ってましたよ。でもそれでもやっぱちゃんと食い下がって、いや良かったっすね、滑り込めましたもんね、はい。まあ、ただちょっと決勝ではやっぱ園田さんの読みがすごかったと言いますか、最後の伏せはね、あれちょっと見てほしい、はい、ぜひあれすごいかったです。というですね、最強戦をですね、しっかり戦った白鳥さんに次回の最強戦の予想をですね、していただきたいと。最強戦で負けた次の日にこの番組、はいはい、っておかしくないですか大丈夫なんですよ。白鳥さんは最強戦負けた瞬間にポリスやったりしますから。まあまあまあいいけど、はい、あれに比べたら今日まだ時間置いてる方です。いやそうか、あの日負けた瞬間に行きました。確かに我々負けた瞬間にいじりに行ってます。マージャン遊戯ポリス、そうです、はい、我々やっぱ誰に謝らなきゃいけないって、白鳥さんに一番謝らなきゃいけないじゃないかな。いやそうですよ、はい、チャンネル登録者数何人ぐらいの頃に、はい、なんか14万人ぐらい行ってるみたいに。いやいや今はね、はい、最初とかだってね、もう全然、はい、でした。だからもう白鳥さんのおかげで成長できたチャンネル。いやって思ってたら普通なんか、はいはい、出演料的なのもこうなっていかないですか、はい、でもそしたら白鳥さん天狗になっちゃうじゃないですか。そんなになってないっすよ、ま、我々天狗の白鳥さんみたいな。逆に天狗になってたら受けてないっすからこれ。あ、確かに。いや本当にだから毎回安心するんですよ。よかった白鳥さんまだ天狗になってないから。本当時間の無駄だと思ってでも人生余裕がなきゃダメですから。いや俺今日休みだったんですよこの後何します。マジでいやいやいや一人にさせてくれ。スポッチャー行きましょう。スポッチャーということで、はい、休みたいんだったら早めに終わらせましょう。もう早くやりましょう、はい、ということで予想していただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、麻雀遊戯王で今回8月25日麻雀最強戦女神の乱となっておりまして、出場される方がですね、まず予選 A 択が伊達有沙プロ、水原明菜プロ、黒沢咲プロ、そして読者アンケート企画を行っておりました。その読者アンケート企画1位に輝いた木崎優プロ、なるほど、ね、この4名になっております。そして B 択が相川めぐむプロ、東条リオプロ、日向愛子プロ、そして茅森さやかプロとなっております。この A 択、はい、B 択それぞれ2名が勝ち上がり、決勝で優勝する方が誰かというのを予想していただきたいと思いますね。ではまず A 択ですね、木崎さん、伊達さん、水原さん、黒沢さん、さあこの中でどなたが勝ち上がるのかをまずちょっと予想していただきたいですね。誰が行くと思います？まず、うんうん、伊達と水原のどっちかですね、はい、なるほど。お互いちょっと潰し合う形になるんじゃないかなと思って。あ、じゃあ2人とも行くことはおそらくないだろう、ね、ないと思います。でもどっちかは行くと思う。なるほど、うん、まあまあ2人のうちどっちか絶対行くと思うけど、2人行くことはない。なぜなら戦って潰し合ってしまうから。そう、で木崎さんは、はい、ちょっと僕麻雀見たことないんですよね。顔は分かるんですけど、すごい美人な方ですよね。最高戦の方ですよね。未知数なんで、はい、だけど読者アンケート1位じゃないですか、はい、ですね。相当な得票数で1位に輝いております。あの篠原さんの時ね、はい、かなりこうシンデレラストーリー的な感じだったんで。そうですね。で篠原さんもやっぱりその応援を力に変えた感じはありましたよね、はい、木崎さんの麻雀俺ちょっとと存じ上げてないので、うん、はい、どうなるか分かんないんですけど、まあ、間違いなくヤバい択に放り込まれてるじゃないですか、まあ、言うても他3名 M リーガーで活躍されてます。そう、黒沢さんはどっちか分かんないんだよな。なんか決まったらでかいけど、うん、なんか2位抜けは僕はそんなに得意じゃないイメージあるんで。なるほど、黒沢さんは0か100かなんじゃないかということ。はい、ですね、いやー難しいなー。いや待って待って、黒沢さんの一撃が決まらないパターンだと、はい、いやちょっと待ってね、だって水原のどっちかだったら、なんか水原が負けるイメージが湧かないんですよね。なるほど、そう見せかけて、はい、見せかけた、見せかけました。だって木崎しますということは、黒沢さんの一撃がまあ不発に終わってしまうんじゃないかというちょっと予想も含めて、木崎さんも相当多分気合い入れてくると思うんで。まあだいぶ気合い入ってると思います。木崎伊達かな。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ということで A 卓はまず北木さん伊達さんがまあ勝ち残りと、はい、さあとなりますと B 卓になりますが、 B 卓はですね、はい、相川さん、東條さん、日向さん、茅森さんということで、まず、東條さん、日向さん、茅森さんは M リーグ経験、はい、そして相川さんはまあ押しも押される実力派としてそうなんですよね。いや強いんですよね、はい、相川さん本当に仕掛けも使えるし、なんかバランスいいなと思って、うん、てるんですけど、で最近ね、はい、リーグ戦とか女流リーグとかも見たりしてるんですけど、あいこちゃんね最近調子めちゃくちゃいいんで、なるほど、はい、で麻雀もいい感じなんで、うん、まあいこちゃんは抜けるかな、なるほど、危なげなく勝ち進むじゃないかという予想、予想、はい、いやいや、ちょっとでもリオちゃんにします。お、東條さん、はい、なるほど、ちょっとこのシーンをまず聞いていいですか。いやこれもなんかまた似たパターンなんですけど、はい、茅森さん不発で、うんうんうん、愛子ちゃん抜ける、いやリオちゃんと相川さんと愛子ちゃんの競りみたいな感じに、はい、そっから2人って考えると、なるほど、いやかね見てるからかもしんないですけど、いっぱい、いやリオちゃんもやっぱねストレートで力強いんで、うんうん、なんたらリオちゃん1の愛子2着なんじゃないかなっていうイメージです。なるほどなるほど、東條さんがこう爆発そのままストレート勝ち進むんじゃないかと。そう、なんか危なげなく勝ちそうなのはリオちゃんかなって一番は、もちろんみんな強いんですけど、はい、リオちゃん、ダイゴちゃんにします。ありがとうございます、はい、ということで B 卓の勝ち残りは東條さんと日向さんとなりました、はい、となると決勝に残るのは、決勝までやるの、やります、それはそれ最初に誰が勝つかをやっぱり決めていただきたい。そういうこと、白鳥さんとそういう風に思ってるんだって皆さんに思ってほしい。いや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 思ってほしい、もう最悪じゃん北地さん、伊達さん、東條さん、日向さん、まあでもあくまで予想ですよ、あくまで予想です。もしその4人になったら、はい、伊達だと思いますよ。なるほど、さすがになんかもう一番なんか勝ちそう伊達が、やっぱね、はい、強いもん、ここぞで、いやこれでも印象ですよ、はい、本当に。まあでもそれは印象ってありますよね、確かに伊達さんってやっぱこう放送対局とかこう大舞台に強いっていうやっぱイメージもありますし、勝ちすぎてますしね、強いですからね。あとこの前、もうこれ取った3日前ぐらいにリーグ戦が終わったんですよ、はい、プロ連盟のリーグ戦が終わって、はい、C3 だったんですけど、はい、伊達さん、はい、200ポイント叩いて、はい、トータルで、はい、2段階昇級なんですよね。そうすると、あ、伊達さんがあの1位で通過したのを伺ってたんですけど、はい、あれは1位で通過ではなくて200ポイント取ったから2段階になるんですね。そうそうそう、はい、だからちょうど205ポイントぐらい取ってたんで、なるほど、そんなできないですからね。まあ確かに恐ろしいですよね、恐ろしいその中ではもう大勝ちも大勝ちですもん、はい、で C1 にね、うん、次から行くんですけど、やっぱ調子の良さとかも含めて伊達ちゃんかな。確かに M リーグが終わった後もずっと調子がいいって考えたら、その調子をこのまま持ってきそうですよね。そうで、対抗は愛子ちゃんの気がします、はい、やっぱ日向さんも調子がいいっていうのは白鳥さんご存知ですから。そう、はい、で愛子ちゃんがやっぱ勝ちそうと思うのは打点力があるんで、うん、その打点力ある攻撃が2発ぐらい決まってそのまま行くパターン、はい、競りにならないパターンと愛子ちゃんかなって感じがしますね。なるほど、前説ったらなんか伊達ちゃんの気がするけど、北木さんは分からん、まあちょっと未知数なのもあって、うん、応援を力に変えて決勝だけには残るだろうけども、さすがにちょっとここはデータもないし少し分からないところがあるという感じですかね。そう、はい、やっぱ強いんでね、みんな、うん、てか誰が立ち上がってもやっぱ強いから決勝で伊達にしときますか、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで今回の8月25日麻雀最強戦女神の乱の勝者は伊達さんになるんじゃないかと白鳥さんが予想しております。本命中の結果それはそうですよ、シミュレーションしたら本命は出てくる可能性高いですから、ちょっと強すぎるんで、うん、結果出しすぎてるやっぱり、うんうん、いやでも予選で敗退したら面白くなるけどな、まあグッとね、どうなるってなりますよね、この後だって、はい、A 卓で、はい、伊達水原負けたら、はい、めっちゃ面白いですよ。そうですね、でも女神のランだからね、はい、いやこれも何が起きるかわからないですから、はい、それも楽しみでありますね、うん、そういった大波乱も起きる可能性こそありますが、うん、そうですね、はい、白鳥さんはちょっと脱散という予想ですので、脱散でそういったものを加味しつつですね、はい、8月25日に、はい、放送される女神の乱、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、ぜひ。ということで白鳥さん、立派な予想ありがとうございました、はい、さあこの動画面白かった、あと白鳥さん昨日最強戦だったのにお疲れ様と思った方ね、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。白鳥さん夕方には終わらせますんでね、はい、ということで今日はここまで、またねー。